すがにやっぱ尺八というのはですね、最近有名になってきたんですけれども、皆さん尺八っていうとこういうのを思い浮かべると思うんですよ。ですが私たちは透き通った音でメロディックに皆さん聞きやすいようにやっていきますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。ですね、まあ、ちょっと今回台風も接近しているということで巻きで行かせていただくんですけれども、ここでメンバー紹介の方させていただきたいと思います。私尺八を吹いております風間善治と申します。よろしくお願いします。はい、で続きまして、よろしくお願いします。続きの中核、作曲よくしていただきますダッキーです。はい、そして東京芸術大学のコンバスに所属してます、まつりです。はい、そして最後はなぜか他大学で海藻の研究をしておりますナギです。もう屋台も早々に終わってしまってですね、誰も来てくれないんじゃないかと思ってきたんですけど、皆さんこんなに集まっていただいてありがとうございます。ということで次の曲はですね、実はですね、この中にいる先ほど紹介しましたラッキーなんですけれども、今月に学理科の院試を控えているということでですね、こんなところにで大丈夫なのかとみんなで心配しておりますけれども、どうぞよろしくお願いします。続きで鏡先お聴きください。